目いっぱい回して、止まります。でそれを左へ、若干、また元に戻すとか、左もう右はもうこれ以上回らないとか、あと40メートルとかも止まっちゃうんですけど、ここからちょっと、4に戻すとか、1番目と2番目とか、3番目の方はこちら側なので、瞬間にもうめちゃくちゃ暗くつきますね。これ今は全然問題ないですけどね。本当に滑らかに。で外暑いので、バッテリーが熱持っちゃって、あまり長く飛ばしてられないんですけど、やっぱり自律安定がまだあまり良くないですね。アイドラップ入ってます。アイドラップちょっと解除して、ちょっと一旦下ろします。感度をですね、右に目いっぱい、左に目いっぱいですね、左に目いっぱいやるとどうなるか、下手すると立ちこけしますね、これ、そのくらいの、難しさありますので要注意ですね。風向きもちゃんと合わせないと。オーバリング程度しかできませんので、ちょっと離れます、昔のコマチャイロのヘリよりもちょっと安定がいいかな。ここでマイナスピッチが結構入ってると、離陸までの時に かなりふらつきが出ますので、立ちこけになる可能性がありますね。もう立ちこけしそうですね。針が取れるのかな、どうなんだろう。やっぱり怖いね。下ろしましょう。これではね、何もできないですね。ここ忘れますね。またじゃあ元に戻しましょう。これは、
今一番左なんですけども、やっぱり一番右側にして若干ですね、戻すと、これも一旦右に目いっぱい回して、45度ぐらいですね、これをちょっと戻すと、こんな感じですかね、見えますか。これで、元に戻りましたので飛ばしやすくなると思います。やっぱり先ほどのあれはですね、何なんだろう、火事の機器がボロいのかな、どうなのかな、敏感ってことはないな、敏感なんだね。これやっぱりもう今普通のあれですけど、まあタロットから比べるとかなり、ね、タロットというよりも競馬から比べるとね、まだまだこちらの方がまだいいかなと。あ、こちらの方が良くないですね。タロットの方がいいですね。これを今度左に、さらに一番右側の方に移してみます。これはスタントもできる、一番いい状態なんですけど、今度これはですね、目いっぱいですね、目いっぱい右、これで一番右ですから、ちょっとこれも逆に安定が敏感すぎるのかな、ちょっとわからないですけど、やっぱ慎重になりますね。いっぱいでもいいのかななんとは思いますけど、あとは実際にスタントやってみないとわからないと思うので、はい、とりあえず以上になります。